ダボルダンハルドゥで、ノルウェーハルダンゲル親善大使の山瀬里央です。さあ本日も始まりました山瀬里央の北欧学。今回は前回に引き続きノルウェーの地域からレストラン地域の、3つ目の県になりますホルダラン県を紹介させていただきたいと思います。ホルダラン県の首都は、ベルゲンです。1979年にユネスコの世界遺産に認定されたブリッケンがあることでも知られていますが、首都ノルウェーに次ぐ第二都市になります。ベルゲンはバイキング時代終焉後すぐの1070年にオスロを設立したハーラル3世の子供オーラブ3世によって創建されました。しかしながら現在の研究では1020年代から1030年代にかけて公園基地としてすでに集落ができていたことが発見されています。ベルゲンの交易は1020年代初期から始まっていますが、1217年から1299年まではノルウェーの首都でもありました。13世紀後半からはハンザ同盟都市になり、現在ではその当時ドイツ人街だった場所にカラフルで奥行き深い木造倉庫、世界遺産ブリッケンを見ることができます。ちなみにブリッケンはノルウェー語で不凍という意味になります。ノルウェーはタラがたくさん取れるんですが、その当時は干しタラ、そしてタラの肝臓から作られた肝油が人気の輸出品でした。現在のベルゲンは国際的な養殖産業、海運、海洋石油産業、観光、金融の中心都市になりました。ベルゲンはモルデと同じく海洋性気候のため、比較的穏やかな冬と涼しい夏を過ごすことができます。また雨が多いことで非常に有名な場所でもあります。お土産屋さんに行きますと缶の中に、水が入っていて、そしてベルゲンの雨水っていうタグがついてるんですが、そういうお土産があったり、あと街に行きますと、傘の自動販売機があったり、雨にまつわるお土産屋さんが多いことでも知られています。日本人の方は、よく天候によってスケジュールが変更になることがあるように感じられます。例えば観光地で雨が降ると予定をキャンセルしたり、運動会の時に雨が降るとお休みになったり、ノルウェー人は特にその天候によって予定を変えるという考え方はありません。以前ご紹介させていただきましたこちらのノルウェーウェイ、ノルウェーのハウトゥー本ですが、ここでもすごく上手にジェニー・ケイ・ブレイクさんが紹介をしてくださっています。こちら上の段なんですが、こちらは一般的な国の人々のお天気による過ごし方なんですが、雪が降って、そして雨が降る、曇りの時はお家の中にいて、晴れてる時はお出かけをする。これは本当一般的です。そしてノルウェー人はどうなんでしょう。雪でも、雨でも、曇りでも、天気でも、要するに天気に関係なく、スケジュール変更をすることもなく、生活を楽しんでいます。お天気に左右されないという考え方なんですね。そしてもう一つ、こちらのページに、非常に有名なノルウェーのことわざが紹介されています。こちらのこの部分なんですけども、こちらに書かれている意味は、天気が悪いわけではなく着ている洋服が合っていないというふうに書かれています。雨でも雪でも予定をキャンセルしない、洋服を変えればいいだけっていう考え方です。ノルウェーの人々は雨でも雪でも、自分たちの洋服を変えて何事もなくイベントを行います。ノルウェーの人たちは自然をコントロールするのではなく、自分の洋服、自分をコントロールしてその土地と共存して穏やかに生活をしていくんですね。ベルゲンはノルウェーを代表する国際的に有名な作曲家2名の出身地としても知られています。1人目は、日本でも好きな方多いと思います、エドバルド・グレイグです。彼の曽祖父アレクサンダー・グレイグさん、彼は1770年にスコットランドからベルゲンに移民をしました。その当時はお魚やロブスターの輸出で財を成し、その9年後1779年にベルゲンの市民権を得ました。その時に、グレイグから今のグリーグに綴りを変えたそうです。その当時アレクサンダーさんはイギリス領事館の副領事を務めていたんです
ですが、その後彼の息子と孫エドバルド・グリーグのおじいさんとお父さんにあたる彼らもアレクサンダーさんが作ったビジネスを守りながらイギリスの領事を務めたそうです。そして1843年の6月15日にエドバルド・グリーグは生まれます。その後彼はノルウェーを代表する作曲家に育ちましたが、特にノルウェーの民族音楽、そして民族楽器を愛し、その音楽からたくさんの影響を受けたということで、国民楽派の作曲家としてもその当時から注目を浴びていました。どのように民族音楽から影響を受けたのかといいますと、彼の代表的な一曲「ペーレ・ギュント」という音楽劇の中の一つ「朝」という曲があります。その冒頭こういうメロディーが聞こえてきます。タララ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 ラっていう冒頭に魅力的なメロディーが流れるんですが、このメロディーは実はノルウェーの民族楽器ハルダンゲルバイオリン、ノルウェーではハーディングフェレと呼ばれているんですが、ハルダンゲル地方で生まれたバイオリンの共鳴弦をつまみことによって生まれる音楽から着想を得ています。グリーグはこの他にもたくさんのノルウェーの伝統的な音楽、そして民族音楽から着想を得て作曲をしました。その音楽はその当時ヨーロッパ諸国にも大変影響を与え、特に近代フランスの作曲家ラベルやドビッシーに影響を与えました。近代フランス音楽の発展は、グリーグの影響によるところが多いとも語っていたそうです。ノルウェーの民族音楽はグリーグを通じてその当時のクラシック界に大きな影響を与えたんですね。ベルゲンには、グリーグが亡くなるまでの22年間住んだお家トロルハウゲンが現在もあり、博物館として公開されています。そちらに行きますとグリーグの住んだお部屋やそしてコンサートホールなどもあり、グリーグは人前で作曲するのを非常に嫌って、作曲小屋というものを作ってその中で作曲をしていたんですが、その作曲小屋であったり、あとグリーグと奥様のニーナさんの眠っておられるお墓など見ることができます。そして2人目のノルウェーを代表する作曲家でありバイオリニストのボーレブルです。彼は生まれが1810年ですので、グリーグよりも少し先輩になります。ノルウェー初の国際的スターになったことでも知られています。オーレブルは天才すぎまして、9歳の時にすでにベルゲン劇場管弦楽団の第一バイオリン奏者を務め、そして、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団と共演し、ソリストも務めたそうです。シューマンやリストとも親交を深め、何度か共演もして卓越した技術と、非常にハンサムだったためにその当時金髪のパガニニというあだ名もついていたそうです。オーレブルは非常にモテたということで、モテモテ逸話というのがたくさんあります。本日は2つほど紹介させていただきたいと思います。まず1つ目はオーレブルが、コンサートの時に舞台に出ていくと、前の席に座っていた女性のお客様ファンですね、皆さん失神してしまわれたそうです。失神してしまうとコンサートを聴いていただけないので、オーレブルはすぐに舞台から降りて一人一人にポッケから着付け薬を出して嗅がせて目を覚まさせて、それから、やおらコンサートを始めたというような逸話もあります。またコンサートの時に香水瓶に入ったお水が売られて飛ぶように売れたそうです。そのお水の中身はオーレブルが入ったお風呂の水だそうです。たくさんの逸話がその他にもあるんですが、また機会を見てご紹介させていただきたいと思います。オーレブルはノルウェーの民族主義を愛し、その当時はまだ独立をしていなかったので、独立を夢見て自らのコンサートの時には自分はノルウェーの芸術家ですというふうに名乗って、そしてコンサートでは必ず自分の曲とノルウェーの民族音楽を紹介していたそうです。またイプセンやグリーグをはじめとした若いノルウェーの作家や芸術家を支援したことでも知られています。グリーグと出会ったのは1858年の夏と言われています。その時に、グリーグは15歳だったんですが、彼のグリーグの伝記にはオーレブルは白いサラブレッドに乗ってやってきたというふうに記載をされています。ノルウェーはドサンコのような地元の馬がいるんですが、
サラブレッドはノルウェーにはいない馬ですので、今で例えると、外国の車スポーツカーに乗ってやってきたみたいな、そういうイメージです。スーパースターですので、白いサラブレッドによって王様のようにやってきたっていうのが非常にオレブルらしいなっていうような思いがします。そしてグリーグの才能を見出したオーレブルは、グリーグの両親にライプツィヒに、留学することを勧めます。グリーグはその後、自分が、そもそもノルウェーの民族音楽を取り入れて作曲するっていうきっかけを作ったのはオーレブルだったというふうに語っているそうです。オーレブルは新旧両大陸を股にかけて波乱万丈な生涯を送りました。波乱万丈な逸話っていうのはいくつか残っているんですが、その中で私がとても印象的だったのは、その当時ピラミッドのてっぺん、一番とんがってるところで、オーレブルはバイオリンを弾いたそうです。その話を聞いた時に、彼が今生きていたら、それはそれは有名な YouTuber になったんだろうなというふうに思いました。その後ノルウェーでは、ノルウェーを代表する音楽劇が生まれています。イプセンがお話を書いて、グリーグがそのできたお話に音楽を作曲しました。そのノルウェーを代表する作品の主人公のモデルはオーレブルだったと言われています。そしてオーレブルはその当時たくさんのコンサートを世界中で行いました。1837年だけでイングランドで274回ものコンサートを行っています。たくさんコンサートをして、たくさんお金を得ました。その得たお金をどのように使ったかと言いますと、今でも貴重で高価な、そしてその当時も貴重で高価だった、有名なバイオリンですね、プラディ・バリウス、ガルネリ、そしてアマティなど、彼はたくさんコレクションをしました。そしてその当時の新大陸だったアメリカのペンシルバニア州に広大な土地を買って、名前をニューノルウェーと名前を付けて開拓をしました。次に買った土地にはニューベルゲンという名前を付けて、そして最後に買った土地にはバルハラという名前を付けたそうです。バルハラは北欧神話の主神になります。オーディーンが住んでいる場所のお名前なんですが、本当はオレブルはそのバルハラの一番高い場所に自分のお城を作りたかったそうです。しかしながら、たくさんの買い物をして開拓するにもお金がかかって、全てのお金を使い果たしてしまって、オーレブルは、ノルウェーに戻るしかなくなってしまったそうです。その、オーレブルが現在開拓していた土地の一部はオーレブル、州立公園になっているそうです。そしてオーレブルが建てられなかったお城ですが、ノルウェーで建てることができました。ベルゲンから、ボートに乗って、行けるリーショーエン島というところがあるんですが、そこでお城を見ることができます。ちょうど今写真があるのでご覧になっていただきたいと思います。こんな感じです。独特な、その当時ものすごく目立ったんだろうなっていうような素敵なお城になっています。中もオーレブルの収集したものであったりとか、プレゼントされた表人生だったので、たくさんのプレゼントをオーレブルは得たんですけども、そういうようなコレクションをご覧いただくことができますので、またベルゲンに訪れる際は、こちらに観光などで足を伸ばしていただければと思います。さてホルダラン県の内陸にはグリーグやオーレブルが愛し訪れていた場所、私が親善大使を務めさせていただいておりますハルダンゲル地方があります。ハルダンゲル地方はノルウェー民族音楽のメッカであり、ノルウェーを代表する民族楽器ハルダンゲルバーリンの生まれ故郷でもあります。この地に訪れたグリーグはこの地の瞑想者たちの演奏を一日中聴いていたそうです。また彼の足跡は多く、落差182メートルのボーリング滝、この上で、当時奥様のニーナさんが歌って、その姿に影響を受けて名曲が生まれたり、またこの地の誇る王室御用達ホテルのウレースバンホテル、こちらではグリーグの愛したハルダンゲルフィヨルドの風景とともに彼の作曲小屋をご覧いただくこともできます。この地はハーラル一世が王様になる前のバイキング時代はヒンサビックを首都に持つ小さな王国でした。またハルダンゲル地方は
ノルウェーの果物の供給源の重要な場所になっています。だいたい 40% ほどがこちらの地で取ることができます。リンゴやサクランボ、そしてプラムなどが取れ、特に気候、季節、土壌などがリンゴを育てるのに非常にいい場所ということで、14世紀頃からリンゴの栽培が始まっています。この地に訪れた際は、ぜひアップルパイを召し上がっていただきたいと思います。この地のリンゴは、ちょっとこう小ぶりで酸味があるので、アップルパイにすると本当に美味しいです。またグリーグはリンゴの酒、シードルですね、この地のシードルをとても気に入っていたそうです。現在は緑豊かな地域ですが、かつては水害が非常に多い地域でした。水害によって村が全滅してしまったり、ちょっと悲しいような悲しい事件もあったんですが、現在ではその場所に、シーマ水力発電所ができまして、そのことによって現在は小さな人口ながら非常に豊かな地域となっています。そしてこちらアナと雪の女王にも登場しています。ハンソージとアナが歌って踊るシーンにこの場所は登場していますが、ノルウェーではトロルトゥンガと呼ばれています。トロルはノルウェーの妖怪のことで、トゥンガは下の意味、妖怪の下みたいに見えるので、こういう名前がつきました。断崖絶壁の絶景スポットとしても人気です。そしてハルダンギルバーリンとともに、この地で生まれたもう一つの世界で人気の文化があります。この民族衣装の襟や袖、そしてこのようにエプロンにもついている刺繍、ハーダンガー刺繍です。日本ではハーダンガーの名前で人気の刺繍ですが、ハーダンガーはノルウェー語でハルダンゲルのという意味の刺繍です。ここで私のお気に入りの絵を1枚紹介させていただきます。ハルダンゲルの花嫁という題名がついたノルウェーでも人気の高い1枚です。この絵は1848年にハンス・グーデさんとアドルフ・ティー・デマンさんが共作で発表をしました。象徴的なハルダンゲル地方の結婚式を構図に描かれています。ハルダンゲルフィールドを舞台に、ボートの上には花嫁さんと花婿さん、帽子をかぶっているのが花婿さんで、王冠をかぶっているのが花嫁さんです。2人とも民族衣装を着て、そしてボートの、先頭の部分にはハルダンゲルバーリン奏者が演奏している姿も見ることができます。ノルウェーは古くからハルダンゲルバーリンがないと結婚式が行えないというほど、ハルダンゲルバーリンは冠婚葬祭の時に使われる神聖な楽器でした。ハルダンゲルバーリンと、ハルダンゲルバーリン奏者は非常に大事な役目を持っていたんですね。他の船にも民族衣装を着ている様子が伺えるんですが、この地域というのはフィールド地帯だったために陸地で行けないような場所もあるので、このような場所は船で行き来をしていました。そのためにこの地にふさわしいハルダンゲルバーリンの結婚式の曲なども多くあります。もしかすると都会などに住んでいる方にとっては、フィールド地帯があるレストラン地域は不便に感じるかもしれません。しかしながら、このフィールドを持つことによって生まれた特別な風土によって、他にはない世界を魅了する個性的な芸術が生まれているのかもしれませんね。本日もご覧いただきどうもありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また質問がありましたらコメント欄に書いてください。それではまた、ハーデブラ。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。 Be safe.